左の旗差し物が、太鼓、秀吉の金切り裂き差し物金、切り裂き差し物使い版とは、使い版集、馬回り集の中から豊富秀吉が特に選抜して、取り立てたもので、金字の差し物の上りの端を切り裂いて、風になびきやすくした金の切り裂きの差し物を授けられた家臣。 差し物は、上り状の旗であったと思われるが、鎧の背などにつけたり、差し物持ちの従者に持たせたりした。一部の新山州を除いて、豊臣氏の不大家臣で、数名は大名にまでなっている。山が祖皇の部下敷は、下記の32名を金切り先差し物使い版として、列挙している。巻田、モンド 石川平蔵三上吉郎山城詳細次左伝三十六水原岩見守る水の旧江門城熊谷内蔵城や、松自江門城佐久間川内守る滝川豊前守る杉山源兵衛衛奥村半平佐藤春光森松平東介織田岸郎森十造新城越前守る大八八川原長戸守る渡辺与一郎太田半次竹中佐代門城 毛利平吉西川洋江門城、山田久三郎小川正門城尾部、四郎三郎石田美前守佐尾佐江門の城垣見泉守布施谷日高美これ以外にも、小瀬保安の大公器の五芝番酒15名の中には、金切先差し物使い版となった者が3名いる。同様に、大田牛一の大河様君記のうちの五番芝二24名の中には、 近切り先差し物使い版となった者が一名いる。ありがとうございます。